姫雲か姫雲かメグも科は、雲目の主要なトガの一つである。不規則蜘を張る雲で、背赤ごけ蜘蛛もここに含まれる。姫雲グの雲は、多くは、左右よりも上下に大きい体を持つ。やや扁平なものもいるが、典型的なのは、丸く膨らんだ腹部と、上に伸ばして、前に構えた前足をしている。最も身近で見られるのは、大姫雲である。 よく野外のトイレの片隅、石道籠の屋根の下などに見られる。一見不規則に張った網の中ほどにぶら下がるようにして止まっており、袋のような乱納を一緒に網にぶら下げているのが見かけられる。また、ヒメぐももかなり身近に見られる種である。干木の枝先などに巣を作り、ちょうど目の高さあたりに巣を作るため特に目につきやすい。このように、 はっきりとした構造を説明しにくいような、周囲の足場から、網の中央へ糸を引きまとめて、あちこちで結び合わせたような網を吹き則毛、あるいは、かご毛と呼んで、姫メグ類の網の一つの典型とみなされている。しかし、これとは、かけ離れた網や修正を示すものも多々あり、なかなかに変化に富んだトガである。また、毒グモで有名な、セアカゴケグモ等を含むトガでもある。 大姫雲の巣は、時として、大人を、すっぽりと包み込むほどの大きさにまで発達し、一年、かかっても食べきれないような、驚くほど大きな獲物がかかることがあることでも知られる。東京部は小さく、腹部はそれに比べて、大きく膨らんでいる。腹肺に扁平なものもあるが、多くはむしろ左右の方が、幅が狭い。また、比較的細くて、長い足をしている。 東京部には通常は8個の目がある。配列は4眼2列で、目だった特徴は少ない。腹部は上に高く、丸っこいもの、糸イ,イボの上の方が高まるものが多い。鬼雲類のように腹部の前が幅広くなったり、肩に隆気があるものはあまりない。他のトガと区別できる共通の特徴としては、第四脚の布節の覆面に、 巨子上毛型場になって生じる点が挙げられる。ただし、小型種では不明瞭な場合もあり、またホラヒメグモ科と共通する特徴でもある。ヒメグモ科は一般的に言えば増毛性のクモであり、網を張ってそれに引っかかった昆虫を捕らえる生活である。その網は立体的に張られた糸の集団で、普通は面になった部分を持たない。これをカゴと呼ぶこともあるが、 普通はその形に規則性を見出しにくいことから不規則網と呼ばれる。典型的な不規則網を作るものには、先のオ姫雲のほか、星緑姫雲やギボシ姫雲などがある。小型の種は木の枝先の葉の間などに網を張るものもある。しかし、この網の籠状の部分に虫がかかるかといえば、必ずしもそうではない。星緑姫雲の場合、 雲は大抵葉の裏に近い位置にいて、その網はそこから下に糸を垂らしたような姿しており、そこに一面に粘液の玉がついている。この部分で虫を捕まえるのである。このような網を死でいともうとも言う。黄金姫雲は沢や渓谷などで見られやすい。縦糸の目立つ構造は他の種類とは幾分異なり、巣によって存在を確認できる。そのサイズに見合った。 上下の幅を確保するのに、成長過程で低いところから高さを上げていくようである。これに対して、王オオグモのカゴモウの場合、大部分の糸には粘液がついていない。その代わりに、糸が土台に付着する部分の狭い範囲に粘液がついている。これは、土台の部分を歩いている虫がくっつくようになっているものである。歩いている虫がここに粘りつき、暴れると土台のところで、 糸が切れ、糸は、張力で引き上げられる。そうすると、虫はそれに引かれて釣り上げられてしまう。したがって、大姫雲の網には、往々にして、地上性の昆虫が捕らえられている。姫雲という種は、低木の枝先に、カゴモを張るが、網の中に細かく、糸を重ねて作られた、水平なシートを張る。サラグモに似た網になるが、サラグモとは違い、雲はシートより、 上の籠の中ほどにいる。また、ここに丸まった枯葉などを吊るして、そこに隠れる場合が多い。同じようにゴミを集めて、巣を作るもので、網が簡略化されたのが、釣り金姫雲である。土が崩れた斜面のくぼんだところなどに巣を作るもので、細かい土や砂の粒で、釣り金型の巣を作り、雲はその中に潜む。この巣は、 天井から糸で吊り下げられ、巣の下からは、下の地面に数本の糸が張られており、ここに粘液がついている。近年このグループの小型の雲が、人為的な環境や室内でもしばしば見られるようになったようである。枯葉姫雲や半月オスナキ雲は、石垣の隙間や樹皮の元、排水口の隙間などに、トンネル状の巣を作り、入り口に不規則雲をかける。 ボケグモ類もこれに類するものである。もっと簡単な網を作るものもある。菱形グモ類は H 字型の網を作る。網は地表すれすれに作られ、雲は H の字の横棒のところに止まり、下向き2本の糸に全2体の足を添える。この糸の先、地面に近いところに粘液がついている。さらに簡単な網を作るのは、つくね雲という小型の雲で、 本当に一本の糸を引いただけのものである。糸には粘液がついており、小型の昆虫が引っかかる。この種は腹部は硬質化しておりつまんでその辺に落とすと、カツンと小さな音がする。腹部の模様の個体変異もある。体長は、せいぜい1から2ミリ程度の小さな雲である。近縁の腹がかつくね雲は敵が接近すると非常に巧妙な儀式を行い。 ブラブラと風で揺れる雲の巣などに下がった木くずのようなゴミに噴する。お長雲も単なる糸を引っ張っただけの網を張る。雲はこの糸の中ほどにおり、この糸をたどってやってくる他の雲を襲う。屋外では時々かの雲を襲うところを見る。外にも雲を襲う習性を持つのが、槍雲と胸星姫雲である。イソーロー雲類は他の雲の網の片隅におり、 宿主の蜘蛛のおこぼれをもらっていると言われていたが、実際には網の主を襲う場合もある。屋外でも他の蜘蛛の網に独特の形状をした乱納が一本の横糸の下に下がるのを見ることも多い。姫蜘蛛類が獲物を捕まえる場合、後ろ足に粘液をつけたいと思って、これを獲物に投げかけると言われる。ミジン蜘類はごく小型の姫蜘蛛であるが、 もっぱらアリを襲うことが知られている。この蜘蛛は網を張らず、低木や草の茎沿いに糸を垂らしてぶら下がり、アリが近づくと粘液をつけた糸を引っ掛けて捕らえる。自分よりも、はるかに巨大なアリとの格闘能力にも優れ、糸を利用しない直接対決でもまず負けることはない。大きなアリが、ミジン蜘蛛の足の付け根を牙で、がっちりと押さえて、腹部に針を刺そうとするもののそこまで体を曲げられずに、 宿泊している光景が見られた。なお、足太姫雲という種は、平地の小枝の先に不規則雲を張るが、扉の花粉を食うという雲としては、非常に珍しい習性が知られている。砂黒落ち葉姫雲は、名の由来となる、前足の黒色部分が目につきやすい雲で、姫雲の中ではそう多くはない土壌性の雲として、各地に普通。 リター層を有する都市部の緑地にも普通。比較的同胞で、アリや他の雲を襲う。たまに、芽生いた双葉の上に佇んでいる。姫雲グモ類では、オスは、メスよりやや小さい。形態的にはそれほど差がないものが多いが、イソウログモ類やミジングモ類では、オスの頭部が極端に高まったり、突起を持っていたりと、大きな形態の差を示すものも知られている。卵は、 袋状の乱納に包まれる。多くの種では、乱納は、親の網に引っ掛けてあり、孵化して出てきた、小蜘蛛は、乱納のそばで、惑いのお時を過ごす。イソウロウ蛛は、宿主の網に乱納をかける。足ぶとヒメグモなどは、乱納を口に加えて運ぶ。ヒメグモの場合には、巣として使われるカレーなどの中に蜘蛛は、潜むが、乱納もその中につける。また、生まれた、 小雲に、親が口から吐き戻しを行って、口移しに餌を与える行動が知られている。姫めぐ家は、古くは、小金ぐも家に含め、姫めぐ赤とされたこともあるが、早くに独立に扱われるようになった。現在でも小金ぐ科、家、サラぐも家などと単系統をなすと考えられ、小金ぐも城家にまとめられている。より近縁な軍としては、ホラ姫めぐ家がある。 世界で約八十族二千種以上あると言われる。家内の分類は非常に流動的で何度も変更を受け、現在も整理中の様子である。大きな区分としては他の蜘蛛の網に居候する居候牢具類とあり捕食する方向に特化したミジングモ類がまとまった群を成すと考えられ、それぞれに居候牢具も赤、ミジングも赤とされるが、残りの群については諸説がある。 以下に日本の代表的なものをあげる。それ以外のものについては以下の項を参照されたい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。